終わり横須賀祭りは愛知県東海市横須賀町に鎮座するあたこ神社の霊祭である。からくり人形を乗せた出汁の巡行と神社への検討などが毎年9月の第4日曜日とその前日に行われる。祭礼に関する行事は9月初旬から9月第4日曜の翌日までの約1ヶ月間にわたっており、この打ち出汁が巡行する9月第4日曜を本落。 本楽の前日を、私学、または、町内引きと称している。私学では、出汁を保有する町内会の地域内を主に巡行し、その年の町内会役委託の門前にて、からくり人形を創演する。また、年少者のお囃子コンクールが模様される。なお、私学では夜祭りを行わない。本楽では、神社での神事のほか、神社前への出汁の引き揃え、 神社へのからくり人形の奉納草園が行われる。引き揃えられたすべての出汁は神社前から同じ経路を巡行し、最大の見どころである大丼店を経て、再び神社前に揃えられ、夜祭りの準備に取りかかる。夜祭りでは蝶賃を神社へ検討するほか、出汁に飾り付けた蝶賃に火が灯される。蝶賃を飾り付けたすべての出汁は神社前から同じ経路を巡行し、 夜祭りの見どころである、宵丼天店の後、引き分かれとなり、それぞれの町内会地域へと帰っていく。祭礼自体は少なくとも、教法年間、出しの巡行は少なくとも、完成年間から続いており、200年以上の伝統となっている。神社が誕生された時期は、天承から文禄頃または、慶安とされているが、祭礼の期限は定かではない。礼のについて、伝承では、 横須賀御殿へ訪れた徳川光友公の旅情を慰めるためとされている。しかし、漢文8年から元六元年までの徳川光友公が横須賀御殿へおなりした期間に当時の祭礼日がほぼ存在しないことから誤った伝承と考えられる。なお、横須賀御殿とは当地に増立された尾張徳川家の別荘のことである。 江戸時代の記録によると、教法6年に、祭礼並びに出し及び、からくり人形が存在する記載があるほか、法暦5年には、祭礼が存在する記載、明和6年には、祭礼にて、かさぼこを奉納している記載、安永8年には、祭礼にて、かぐらや古紙が巡行し、安永年間には、祭礼が存在する記載、文政13年には、祭礼がある記載があるため、 これらの時期に、祭礼は成立しだしの巡行が行われていたと推測される。愛知県東海市横須賀町及び愛知県東海市元浜町が、宇治子地域であり、本町、北町、交通、大門、上松、愛知横須賀、大道元浜僧、愛知横須賀洋、白線寮、大道元浜寮の町内会または自治会があり、それぞれ組と称している。 かつては、八甲組、沿通り組、新町組、丸田元浜組が存在したが、八甲組、沿通り組は、明治24年に合併し、交通組になり、新町組は、大正13年に、北町組に編入、丸田元浜組は、平成15年に住民がいなくなったことにより、廃止されている。なお、本町組、北町組、交通組、 大門組が出汁を保有し祭礼にて、出汁の巡行を行っており、上松組、愛知横須賀組、大道元浜総組は、祭礼にて車持ち待ちないとともに、あたご神社に検討している祭り期間は、前日の通り、9月初旬から9月第4日曜日の翌日までであるが、神社としての祭礼日は9月第4日曜日のみで、ある。古くは、 あたご権ンの縁日である旧暦8月24日であった。その後、神仏分離及び明治の改暦により、京都あたご神社の霊祭日である新暦9月28日となり、昭和30年代頃から現在の9月第4日曜となっている。祭り期間の日程と祭り行事の概要は次の通り、また、祭り期間以外に次の日程がある。このほか。 祭り行事以外に次の日程がある。出しの形式は、当地区に、江戸時代の漢文6年に、尾張徳川家の横須賀御殿が造営されたこと、及び、天命3年に、その横須賀御殿の跡地へ、北半島の西の浦を管轄する横須賀大館所が設けられたこと、横須賀港の整備により、海戦が寄港したことにより、名古屋の城下町の文化の切除が容易であったことから、 名古屋型となっている。ただし、典型的なそれではなく、独自の特徴がある。なお、出汁は昭和44年9月27日に、東海市の有形民族文化財に指定された。本町組、北町組、交通組、大門組から、それぞれ1両ずつ、合計4両の出汁が巡行する。出汁は、それぞれの車持ち町内の地域をくまなく引かれる上、 年によって変わる、町内会長や行事宅等にて祝い込みを行うため、巡行経路が毎年異なる。なお、すべての出しが、元浜地区の県東町内へ祝い込むほか、お囃子コンクールが、東海市立横須賀公民館にて行われるため、昼過ぎから午後4時頃までは、指導元浜線を中心に出しは巡行する。午後4時頃から午後5時頃までにかけ、 本落の見どころの一つである通称、ドン天城または、同盟と呼ばれる交差点にて、大門組、本町組、北町組、交通組の順に、大ドン天の場ならしを行う。また、大門組が、元宮まで巡行し、からくり人形を奉納する。午後6時から7時頃、出汁は、それぞれの倉へ収納される。四学の夜は、出汁の巡行はなく、 それぞれの車持ち町内にて、前夜祭りを行う。各出しは、神社前に午前6時に到着できるよう、蔵を出発する。なお、本町組は、蔵と若手小屋が、現在地へ移転するまで、一旦、午前4時頃に蔵から中町通を南下、若手小屋まで出しを巡行した上で、再度神社前まで巡行していた。神社前に到着した出しは、神社に向け一列に、 9時で決められた順に据えられる。神社における神事を終えた正午から、出汁は30分間隔にて、9時で決められた順に出発する。神社前では、一旦展開し、神社を背景にした記念写真を撮影後、また展開して、出しの正面を神社へ向けて、からくり人形の奉納葬園を行う。その後、東へ進み、本町2に出たところで期待向きを変え、 高横須賀町との町境まで向かう。高横須賀町との町境にて展開し、本町2を南へ進む。本町2の横須賀町交差点にて、東へ向きを変え、洋府町及び高横須賀町との町境へ進む。洋府、高横須賀町との町境にて展開し、横須賀町交差点まで西へ進む。横須賀町交差点にて南へ向きを変え、 本町2を洋府町との町境まで進む。洋府町との町境にて展開し、北へ進む。旧愛知銀行東海支店があった、交差点にて、西へ向きを変え、村中町通りを進み、突き当たりの定時路を左折、中町2を南へ進む。突き当たりの定時路を右折し、寺西町通りを西へ大門組出し、倉前まで進む。大門組出倉前にて、北へ向きを変え、 西町通を進み、突き当たりの定時路にて右折、浜名町通りを東へ進む。中町通との交差点にて、出汁を北向きに向け、からくり人形を創園、大丼店を行う。その後、神社前まで中町通りを北へ進む。神社前では、鳥居前の交差点を中心として、出汁は西向き東向きに、それぞれ一両、北向きに二両据えられる。 午後8時から15分間隔で神社前から東へ進み、本町通に出たところで南へ向かう。通称、中銀にて、良い鈍券を行った後、村中町通りを西へ進む。突き当たりの定時路からは、それぞれの倉へ向かい、午後11時頃から午前0時頃、出しは、それぞれの倉へ収納される。他の名古屋型の出しが巡行する祭礼の多くでは、 10名から14名の舵取りすべてが前舵を担当し、後輪をテコ棒で操作する腰回りとともに出しの方向調整を行っているが、当地区では4名の舵取りが前舵、4名の舵取りが後舵を担当して出しの方向調整を行い、テコ棒を使用しない。また、多くの祭礼で舵取りは適宜交代が行われているが、 当地区では8名の舵取りのみで、四学、本楽の出汁の巡行を担当する。出汁の交差点における方向転換で、前舵4名のみで、出汁の前方を担ぎ上げるところが見どころである。なお、鈍点は、お囃子に合わせて行われるため、道と性が感じられる。また、巡行における微妙な方向調整はすべて後舵4名で行っており、 統率の取れた火事裁きも見どころである。特に本落の出汁の巡行の最後に行われる大丼展は、からくり人形、お囃子の奉納の後、狭い交差点で出汁をに回転させるものであり、最大の見どころである。このほか夜祭りにおける車検討は、闇に浮かぶ超鎮が幻想的であり、夜祭りの出汁の巡行の終盤に行われる。 良いどんてんはかじとりを未経験の組員のにわかか取りや昔取ったき塚の子さんの組員などがどんてんを行うためどんてん技術の違いを見て取ることができることが見どころである。神仏分離まではあたご社、あたごごんげん社と呼ばれた。おなりの期間は以下の通り。漢文8年は5月28日から6月15日、6月17日から7月5日。 7月24日から8月21日、9月28日から10月8日、10月11日から10月18日、10月20日から10月27日。漢文10年は6月14日から7月8日、9月25日から10月3日、10月28日から11月15日。漢文12年は6月21日から6月28日。 9月6日から9月22日。延方2年は7月1日から8月1日、10月3日から10月30日。延方4年は6月28日から8月8日、9月26日から11月6日。延方6年は5月18日から6月17日、8月3日から8月26日。延方8年は10月18日から11月29日。 天那2年は7月5日から8月6日、9月25日から11月25日から11月19日。状況元年は9月。状況3年は8月25日から10月6日。元禄元年9月27日から11月3日。このうち、河川の期間のみが、当時の最例日を含む。戸べおわし当初大教院へご着眼比喩。 だんだんにぎわいを足をいさめに、裏祭りついてに、車一両から栗もみじ狩りにいたしうるう7月15日の、はず天儀役時起動17日に、愛近近在ところどおころより、大分の見物前代未聞のことと、男女老若を失えて、目を、驚かししばし、民有名をふさかす帰りしとき子湯松の世の話のため書、留置る公共法、6、7月。 あたご祭礼レー先より二丁間カサホ二十本も面登り二十本丁鎮、四十右三品オケ二十四日あたご大ゴン神楽地グラタグに横須賀庁舎市坂、大見守る町中カサボを捧げる。祭礼九月二十四日成りとリ先大門通りに町間に、カサボ二十本も面登り二十本丁鎮四十丁、右三品を続リ神楽ラゴン修行。アタゴホコラ、 在浜横須賀この社名を先島と運売祭8月24日震災24日地田国横須賀村あたこ祭りかサボコ練り物渡るなお愛知横須賀領事地会白泉領事地会は愛知横須賀自地会の一部として大道元浜領事地会は大道元浜総、町内会の一部として存在する日帰り温泉施設天然温泉丸屋玉の湯の建設のため なお、旧丸太、元浜町内会のすべての地域が、同施設の敷地となった。シオ2両保有している、交通組は、これらを各年で巡行している。丸太運輸株式会社の経営であり、かつての丸太元浜組が、同社の社員住宅であった経緯から、祝い込みは続いている。交差点南西格にある書店の屋号が由来。 単なる組内の懇親会であり、神事などではない。なお、私学は、あくまでも、町内の余興という位置づけで、祭礼は次の日のみであるという意識から、前夜祭りという名称となっている。移転前の本町組の蔵は、北町地区にある北町組の蔵と隣接していた。横須賀川が暗居となったため、今はない現在の横須賀交番から東へ、約10メートルの場所にあった。 愛知銀行の前身の中央総合銀行の略称が由来、核にあったタバコ店の屋号が由来、定時路の隣に所在する寺院の名称が由来、ありがとうございます。